テリー・ウィリアム・ロジアー3世は、アメリカ合衆国、オハイオ州、ヤングスタウン出身のバスケットボール選手。NBA のシャーロット・ホーネッツに所属している。ポジションは、シューティングガード。ルイビル大学時代に、スター選手として活躍。1年生時の2013から14シーズンに、AAC のオールルーキーチームに選出。翌2014から15シーズンは、 平均17.1得点を記録するなど成長したロジアは2015年4月に2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明全体16位でボストンセルティックスから指名された1年目の2015から16シーズンはプロのレベルに苦しみ D リーグ行きを命じられるなど39試合の出場で平均1.8得点に止まったが プレイオフ1回戦のアトランタホークス戦でエイブリー・ブラッドリーが膝を負傷したあたりから出場機会が増え平均4.8得点を記録した2016から17シーズンはアイザヤイ・トーマスの控えとして74試合で平均17.1分の出場で5.5得点3.1リバウンド1.8アシスト0.6スティールなどを記録 2017から18シーズン、2017年12月18日のインディアナペイサーズ戦では1点ビハインドで、試合時間残り約5秒の状況で、バックコートからスティールした後、そのまま一人で持ち込んで逆転のダンクを決め、派手な勝利を呼び込んだことで大きく称えられた。2018年1月31日に行われた。 ニューヨークニックス戦でキャリア初先発、キャリア初トリプルダブルを同時に達成した。セルティックスの103から73での勝利に貢献したロジアーは、負傷欠場のカイリー・アービングの代わりに、先発出場し、17得点、11リバウンド、10アシストを記録した。キャリア初先発でトリプルダブルを記録するのは、2013年11月13日に、 トニー・ローテンが記録して以来 NBA 史上を2度目のこととなった。2日後の2月2日に行われたアトランタホークス戦で2試合連続で先発した。この試合でロジャーは自己最多の31得点を記録。試合はセルティックスが119から110で勝利した。2018年3月25日に行われたサクラメント・キングス戦で自己最多の33得点を記録。 試合はセルティックスが104から93で勝利した。このシーズンは80試合に平均25.9分の出場で11.3得点4.7リバウンド2.9アシスト1.0スティールなどを記録した。プレーオフ1回戦、対ミルウォーキーバックスの第2戦で23得点を記録。試合は百二十から百六で勝利した。第七戦で十六得点を記録。 試合は112から96で勝利し、セルティックスが4勝3敗で1回戦を勝利した。プレーオフでは、全19試合で先発し、平均16.5得点5.3リバウンド5.7アシスト1.3スティール1.2ターンオーバーと、先発として、申し分ない好成績だった。2018から19シーズン、このシーズンは79試合に、 平均22.7分の出場で9.0得点3.9リバウンド2.9アシスト0.9スティールなどを記録した。2019から20シーズン開幕前の2019年6月6日、ケンバウォーカーとのサイントレードでシャーロット・ホーネッツに移籍し、ホーネッツと3年5800万ドルの契約を結んだ。このシーズンは、 デボンテグラハムと共には先発として出場し続けた。2020年3月9日のアトランタホークス戦ではダブルオーバータイムで約43分に出場し、自身初の40得点を記録した。このシーズンは63試合に平均34.3分の出場で18.0得点4.4リバウンド4.1アシスト1.0スティールなどを記録した。 スリーポイントは試み投げ数が大幅に増えた上に成功率は40.7%だった。2020から21シーズンは2020年12月23日のクリーブランドキャバリアーズとの開幕戦で10本のスリーポイントを含む自己最多の42得点を記録した。現在所属しているホーネッツのオーナーである。 マイケル・ジョーダンが現役時代にシカゴブルーズで2度の3連覇を成し遂げたことを2020年にネットフリックスで公開されたドキュメンタリー番組ザラストダンスを見るまで知らなかったというありがとうございます。